ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3実況者のエテポンゲーです。よろしくお願いします。はい、敗戦をしてからね、カルマッソに屈してからレベル上げ、配合繰り返し、そしていろいろね、探索とかもしつつ、やっておりました。で、このなんかトロルボンバーも捕まえたりして、エテポンゲは再びこのコア最深部に帰ってまいりました。ま、メンバーを見ていただきましょうか。もうプラス値もう全員50超える50オーバーまで育てました、うん、もう勝てるだろう。これじゃ、これは勝てる、これで勝てなかったらマジでそれはもう腐った死体が悪い、もうこれで勝てないのならばもう腐った死体にもう全責任を負わす。もうこれは勝てるっしょ。ほんとやっぱコメントでね、やっぱレベルが低いと、育ち不足だって、指摘がありました。レベルが低いというコメントがありました。ほならねレベルを上げろっていう話でしょ。私はそう言いたい。ういーっす。よし。で、まあ、とりあえずね、メンバーはこれで行くんだけど、この、腐った死体の四聖霊、神を司る死聖霊ね。このメンバーで行って、まあ、最悪の場合はね、この、キラーマジンガー、作成しておきました。キラーマジンガーと、このスライムマダラ、この2体で、もう仕留めちゃおうというね。そういうことでございます。はい。あんまりね、やっぱメタル系はね、使いたくはなかった、使いたくはなかったね、正直、これはもうメタル頼りな戦いだけはしない、そういう男だったはずだ。では、イルルカでは身がめたフル仕様でストーリーやりましたが、はい、ということでね、行きますか。倒しに行こうぜ。めっちゃほんと、探索しまくってさ、本とかさ、舞踏家の本とか、商人の本とか結構手に入った。まあまだね、あれ高いから、購入はしていないんだけど、ちょっとゆくゆくはね、ちょっと、あれも覚えさせていこうと思ってます。はい、3度目かな、これ。3度目になるのか？3度目ぐらいか。はい。もういいな。もうカルピスもう。はい。もう戦略なんてものは必要ないと思っておりますが、まあ一応命令、ライド、やっていきます。回復もね、あるしね、スキル、で、つけてます。ノーマルパワーにもついてるし、勇気にもついてるからね、回復は。よし。ただ、冥界の霧をね、こいつらたまにやりよるから、それだけ注意。じゃあ、フバーハする？いや、息は打ってこなかったよね。魔法ターンとかいいんじゃない？魔法ターンとか良さそうだね。魔法ターンちょっと、貼っておくか。作戦一応変えとこう。で、魔法ターン黒霧はいけない。黒霧はダメ。ミラクルソード、って誰に乗った？普通の腐った死体か。オッケー。んで、レクイエムの笛、即死か。聞くわけなかろうが。
で、お、岩石ギリーね、弱点。んで、ピオリムとかやっちゃう。チェインとか、チェインもしていいけど、ちょっと様子見よう、一回。じゃあ、ピオリムで素早さ上げよう。いけ！いや、もう今日は勝ちに来たから、エテは。154。毒棒。毒消し勝ってない。しまった。いや、まあまあ、なんとかなるだろう。雑魚が。魔法ターン貼ったよね。魔法ターン。ん？オッケーオッケー。一回反射。ついてる。んで、次。魔法ターン貼ったから。次は、固めていくか。スクルト。刃砕きとかでもいいかも。なあ。効くかな？効きそうだね。普通だから。じゃあ、兜割りにしよう。兜割り。で、岩石切りの。チェイン貼っても良さそうだな。チェイン貼るか。よし。そう、このメンバー4人の中で一番素早さ高いの、腐った死体なんよ。うん。腐った死体にチェインをかける。ドルマータ。おいおいおい、死を司る、この、面々にそんな、闇属性の魔法が、効くはずなかろう。バカだれ。じゃあ、チェインつなげていくか。サポートせずに、攻撃いきます。攻撃。そうそう。ただね、この腐った死体ね、攻撃技がちょっとないんだよね。ないんだよね。残念ながら。息はあるんだけどね。息はあるけど、炎の息吹がまだ、ちょっと足りないから、激しい炎を打てないという、うん、致命的欠陥がまだあります。はい。ミラクルソード。岩石切り。回復は全然問題ない。チェイン打った。ギガスラ、軽減。グランドクロス。つながれ。ああ、そうか。なんでグランドクロス当たんなかったんだ、今。魔法簡単判定？そんなんないよね。魔法簡単判定かな。もう一旦、つながる。パイルハンマー。パイルハンマーってスピード最後じゃなかったっけ？違うな。違うけど、ん？敵と味方が使用した回数に応じてダメージが大きくなる。攻撃でいこう。攻撃。ミラクルソード。ミラクルじゃなくていい。刃砕き。岩石。ギガスラにするか、じゃあ。いや、ギガスラ軽減、激減なの。グランドクラスは呪文か、だからか。OK。理解しました。二王切りにしよう、じゃあ。二王切り。あら、マットスミスの方が早いの。早いか。ああ、繋がんなかった。チェイン不発、マットにかけるか。マットにかけよう。じゃあ、このターンはちょっと固める。ピオリムじゃない。作ると、まだ回復は全然問題ない。回復問題ない。兜割り、岩石、チェイン。お、マット。よし。はい。127、スクルトかける。いや、だいぶ安定してるよ。うん。全然、今までとは違うよ、これは。ドルマータ。全然問題ない。全然余裕、まだ。効かん。波紋。チェーン。よし。
で、チェーンしたので、ガンガン行こうぜ、一回行かしてみるか。一回このまま行かしてみよう。グランドクロス。オッケーオッケー、カウンター取れてるね。ビッグベン。二人か。パイルハンマー弱え。パイハン弱え、パイハン。ちょっと回復した方が良さげだな。回復しよう。ズンはもう打てなくなってしまった。じゃあ、マラーで、マラー、ミラクル、岩石切り、グランドクロス、魔法カンタ貼られたので、ここは、マナーサーとかも一応効くんだね。普通だもんね。けど攻撃力はそんなに恐れるところじゃない。どっちかというとドルマータの方が軽く痛いからな。ここは普通に命令なしでいこう。回復。やっぱマラージャちょっと追いつかんな。ナイスだお前、ナイスだよ。それは追いつかないと見越してのね、マラーの2枚掛け。田中くん今日仕事するね。今日の田中くんは仕事してくれる。前回の田中くんマジずっと混乱してたからな、ほんと。混乱の田中。ちょっと、あれだな、道具。特上、与えて、さあ、じゃあ、ちょっと乗り換えします。乗り換え。バイシオン。ライドインパクト、貯めましょう。テンション。あとは攻めろ。岩石切り。マジでライドインパクトフィニッシュ。ライドインパクトフィニッシュ見せてあげるから。今日雨降ってんだよね、今日。なんか今日久しぶりになんか結構、土砂降り、雨、兵庫県。雨の音すごいもん今。テンション、道具、特上薬草。はい。もうそろそろもうライドインパクト圏内まで来たんじゃなかろうか。お？パイルハンマー。ドルマータ暴走。嘘だろ。何それ、せこくなくない、せこくなくないじゃ、せこくないことになる。せこない、それ。危な。うわー、ちょっと雨降らしたいけど、もうテンション溜めてもうた。デフォマラ、マラ2枚掛け、命令テンション、せこくねえそれ。 100って、危な。ビッグバン。さあ、時は来たれり。マットスミスことニュータイプのインパクトで落とさせて、まだあと一旦、まだだった。回復は大丈夫。特上薬草。これで問題ない。100。あ、やばい。マットスミス落ちないよな。大丈夫？落ちない。なんで今連携決めた？チェーンは必要なしか、お前らに。回復ちょっと、真ん中2人だけなんだよな。1個だけ打って、特上命令ライドインパクト、ライドインパクト。よし、ジュネー。
いやいやけどここまで育てても結構あれだね、結構危うかったね。あの100の雨はやばかった。あれちょっと待って、よく考えたら1段階で終わるわけないよな。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエストシリーズ1段階で終わるボスなんかいねえよな。まさかまたモンスターマスターにこの僕が負けるのか。畜生畜生、せっかく新しい体を手に入れたというのに。絶対変形するよな。いやだ、負けたくない。モンスターマスターなんかに負けたくない。もうどうなっても構うもんか。マザーの力をありったけ吸収してやる。何もかも吸収して誰よりも強く。あばばばばばギー。なんやねんそれ、なんやねんそれ、あばばばばってね。あれ退散した。どうなるの？二段階目じゃないの？携帯、第二携帯は？気がついたのねえて。